ウマ娘プリティダービー。どうも、のちん TV です。ウマ娘動画やっていきたいと思います。明日のスケジュールですが、会食の日時が変更されました。代わりに追加練習をお願いします。はい、ということでルビーちゃんありがとうございます。明日ですね、ガチャ更新なんですけども、今回の動画は次回ちゃんみ継承ウマ娘解説紹介、一周回おすすめウマ娘、解説やっていきたいと思います。ということで早速動画いきたいんですけども、次回チャンピオンズミーティング、安田記念想定での飲酒集会などでね、おすすめのウマ娘をまずはね、紹介していきます。で次、来月何やるのっていうと、チャンピオンズミーティングがあるんですけども、まあ、以前はジェミニ杯と言っていたものなんですけども、来月から名称が変わってね、その距離の名称になっていくチャンミ、星座チャンミのその次のですね、初めてのチャンピオンズミーティングになります。そこでのですね、加速スキルやですね、ウマ娘紹介していきますので、この動画参考になったらぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。あとはね、高評価ボタンぜひとも、ポチッと押しておいてください。よろしくお願いいたします。はい、ということで次回チャンピオンズミーティング、名称何になるかっていうと、なんか距離のねあれになるということなんですけども、コース図、安田記念だった場合このようになってきます。もう一個で可能性としては宝塚記念の可能性があると思うんですけども、まあ、個人的には安田記念の方が、確率高いかなと思っております。コース図見ていくと、まずここからスタートしまして、そして上り坂ちょっとあって、下り坂、そしてコーナーに入っていって、その後ですね、終盤入りするというところです。特に覚えていてほしいところなんですけども、この終盤入り、加速していきたいところからね、直線までのところが非常に短いのでですね、まあ、例えばですが迫る影とかね、そういうところも今回有効になってくるという感じです。まずはですね、ここを押さえていただければ次のチャンピでね、有利になると思うので覚えていってください。はい、そうなってくると使える加速スキル、このようになります。で、今回のチャンピオンズミーティング、ウマ娘ちゃん誰強いのっていうところも後で見ますが、結構まあ後ろもやれそうです。まずはですね、以前のマイルドちゃんみでもあったように、天候石化、このスキルがね、非常に強力です。で、これがですね、後ろの娘で出していくと強いっていうのがマイルのレースになってくるですけども、そこであとはですね、最速発動系でいうとアンスキアナボ、ここもですね、ここコーナーが少し含まれますので最速発動で出すことができます。で、その後続いてくるのが迫る影や、トドロキ、トレセン学園っていうところです。ここは後ろ客室なんですけども、この最終直線までが近いので、ほぼほぼ最速発動で出すことができるので、このね、追い込み系馬娘とかトレセン学園の応援団の団長の固有を提唱した後ろ馬娘っていうところも強くなってきます。で、あとはですね、先行勢はつぼみを使うことができます。つぼみは最速発動でここでね、出すことができるんですけども、まあ、競り合いをするという条件が必要です。で、他にはですね、加速スキル側から見るとプランチャー、ぐるぐるマミートリック、これもですね、その最終直線系統なので、まあ、迫る影と同じところから出していけるというところで、まあ、先行のプラスアルファとか、逃げのプラスアルファでプランチャーを積むとか、そういうことがあります。他には熱血風紀アタックも一応有効です。これはですね、まあ、追い抜くとかね、そういうところも必要になってくるので、まあ、予備の加速、後ろの予備加速かなというふうな位置づけというふうに個人的には思っております。ここら辺がですね、継承で使う加速スキルになってくるという感じです。はい、で、あとはランダム系ですね、つばぜり乗り換え上手、あと抜群の切れ味とか、ここら辺に関してもタレマも含めですけども、ここら辺もランダムなんですけども、マイルや短距離などの短い距離のレースには加速スキル重要になってくるので、ここら辺を積むことも想定されます。ただしランダム発動になってくるので、まあ一応予備というかね、プラスアルファになってくるかなというところです。あとは逃げの逃亡者ですね。逃亡者は最終コーナーのランダムなので、ここのランダムで出ます。で、そこで後ろの方で出すことができればかなり強い、加速になるんですけども、前の方で出てしまうと少し無駄になってしまうという感じです。なので、まあ、逃亡者はこの最終コーナーの最後の方で出ると、ぶち当てて有効になるんで、まあ、鈴鹿さんとか大逃げに関しても逃亡者をぶち当てた時は勝ち筋があるというね、風になるかもしれないです。他にはですね、逃げはですね、後ろに比べて少し加速が少ないという話があるので、マイルだとスタミナ、今のシナリオだとかなりスタミナ漏れて
かなり楽になりますので、スタミナを使ってランダム加速にはなるんですけども、二の矢とかも、逃げマニアは積むかもなというね、そういう、メタになってきます。はい、ということで少しだけですが強そうな馬娘を見ていきましょう。これはですね、メタが確定するまで分かりません。なのでまだここ暫定で、ございます。軽くいくと、まずメタで出てくるというところは第一ルビーですね。この馬娘ちゃんがまずは、候補に上がって、さらにまあ強そうな想定というのがされます。ルビーは全校セッカー自前で持っていて、あとはルビーに積んでいくなら、トレセン応援団とかね、そういうところとか後ろの、家族を積むという感じで、かなり強くできると思います。でそれで後ろ客室っていうと、あとはね、例えばオグリキャップでね、すごくのね、鼓動でやっていってもいいんですけども、そこで出てくるのがマイルになるとシーキングザパールが出てきます。子供娘ちゃんはこれ金スキル短距離のものなんですけども、そこから進化するとマイルでも使えるようになるので、進化スキル2つをマイルでも活かすことができて、さらにそのね、すごく固有にもなる固有を持っていて、ここに電光石火などをつけていけば、後ろ客室でも非常に強い馬娘になるということです。はい、であとはですね、軽くいきますけども、団長ですね、本体でやっていくというところ、そこも強い可能性があります。で、その後ですね、逃げに戻ると、逃げはまあいろいろあります。大逃げ鈴鹿さんどうかなっていうところは、蓋を開けてメタを見てからっていうところです。で通常逃げ鈴鹿さんもありつつ、じゃあまーちゃんどうかなっていう話もあったりするんですけども、まーちゃんはこっちのスキルが短距離なので1個使えなくなるんですけども、先手持ちでマイルいけるっていうところで、あるかなとか、あとは、そこ普通にブルボンとかね、マイルに、改造しつつ、オペレーション確保で前に出てそのまま勝っていくとかね、コンセもあるので、そういうところで、暗スキを継承させてブルボンとかね、そういうのが前客室では考えられます。他には先行ですね、先行もいろいろあって、まずは本体西のフラワーつぼみでやっていくっていうところですね、そういうところが一つ。あとは待機シャトル、夏待機シャトルの方がですね、現在速度アップとかね、つばぜり合いとかね、他にもマイルの覚醒スキルを持っているという感じなんで、夏待機とかも前では出てくるかもしれません。他にもいろいろあって、例えば迫る影、耐震や CB とかね、そういうところもあったりするんですけども、まあ、ここでは少し多くなるので軽くの紹介にとどめますが、まあ、いろんな馬娘がいけそうではあるかなという感じです。はい、で強そうな馬娘にそのスキルをつけていけばいいんですけども、まずはですね、他の人と差をつけるために飲酒周回じゃあどうすればいいのというね、動画が今回の動画です。ということで、飲酒周回おすすめ馬娘で、特に加速系をピックアップしてこのようになっております。まずこの図の前提説明なんですけども、すごく族とか、例えばあとは他の逃げにカカオを継承させるとかね、中盤速度系、すごく速度系っていうのは他にいるのもいるので、それで周回してもいいです。ここではすごくの一人だけ、オグリだけピックアップしています。オグリキャップの鼓動は誰に積んでも、まあ、腐ることがなかったりするので、ほぼ、まあ、逃げ以外だと。なのでオグリキャップで飲酒周回しておいても安定ではあるかなというところで入れております。他のすごく族でもそのね、加速中に出ないものであれば全て、OK ではあります。であとはですね、鉄板で加速系を積んでいくので、まあ、ここら辺の馬娘でやるのがおすすめかなというふうに個人的には思っております。で客室別に言うとですね、逃げはアンスキ有効なのでアングリングスキーミングを積みます。でそれだけだと加速が足りないので、アンスキプランチャっていうところで、ここが逃げの、加速も含めの、継承のところです。なんで逃げ馬娘をやろうかなと思っている方は、ウンス、そしてまあ、L っていうところでやっておくと、まあ、間違いないかなというところです。はい、で後ろですね、後ろは結構団長がおすすめです。団長で飲酒周回していくのが個人的にはおすすめです。であとは、レッツアナボリックですね、これもまあ6位の時に有効ではあるので、ここでやっていくっていうのがいいと思います。まあ、もちろん団長プラス鼓動とかでもねいいんですけども、まあ、それは育成する馬娘にもよって変わって、例えばバンブー本体使うんであれば、鼓動にしてすごくにするよねとかね、そういうところがあったりもします。なんで鉄板は団長でやっておけば、結構ねその追い込みの耐震とかね CP とかにも使えてくるというところでおすすめです。はい、であと後ろで注意してほしいのは、例えばですが、アナボカナタっていうところどうなのってなるかもしれません。これ結構コメントであるので、補足にはなりますけど、今回アナボリックは有効ですが、カナタは無効です。
マイルではカナタ、が有効ではないので、そこは気をつけてください。で、他には後ろ加速としては後ろ後円ギアもあるんですけども、まあ、それも順位によってブレてくるので、まあ、ここでは鉄板には入れていないという感じですが、後ろギアという話もあります。はい、であとは先行形ですね。先行継承で使うのであれば、まずはですね、西のフラワーのつぼみを継承していくっていうことは、その本体西のフラワー以外で、マストにはなってくると思います。先行はそのつぼみを出して、あとはどうしていくかっていうところで、例えばつぼみとぐるぐるマミートリックとかね、こういうところでやっていくのが先行になってきます。まあ、他にはすごく族でもいいんですけども、まあ、あとは育成する馬娘によってですね、その最終コーナー系の少しハイブリッドとかある加速を少し活かせるっていう馬娘だったら、行動でもいいですし、加速がなくてすごく族、例えば先行パールみたいな感じだったら、この、ね、2つの加速を積んでいきたいというところです。ということでまとめるとですね、今回まあ鉄板系で言うと、やはり星雲スカイの周回していて損はないですし、ランチョーキングっていうところがいいかなと個人的には思っております。先行をやろうというふうに考えていて、そのね、本体西野以外の場合は西野フラワーも、マストで、ね、使っていくので、ここら辺でやっていくのがおすすめなので、まあ少しでも差をつけたい、今何やろうって考えている方はその因子周回をしてもいいと思います。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。まあ最初に言った通り、まだですね、条件一応確定はしてないんで、宝塚記念とかの可能性もあります。それの周回をしてもいいですし、あとはですね、今これ因子周回のね動画を見に来てくださってる方は結構、馬娘やる気ある方だと思うんですけども、もし因子周回だけじゃなくやるんだったら、まあ競技場の更新とかね、それも兼ねながら因子周回やるのもいいかなというところです。で、あとはですね、確定事項としては、季節は春です。これは6月のちゃんみは春なので、夏ではないので、ね、注意してください。なんで因子周回では春馬娘丸をね狙ってですねやっていくとか、そういうところもありです。そこもですね、まあ、参考にしてみてください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。この動画少しでも参考になったら、ぜひとも高評価ボタンだけポチッと押しといてください。無料で押せるんで、1秒で押せるんで、高評価ボタン最後にお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。他にもおすすめ動画、上げていますので、よければもう一本見てみてください。のっちん TV でした。また次の動画でもお会いしましょう。ありがとうございました。またな。バイバイ。